前のコンピューターはちょっと黒い分厚いやつなんだけど、友達に E メールを書いてたの。英語で一生懸命頑張って書いてたのに、最後の方まで出来上がってたのに、それが急にフリーズしちゃった。書いてたものが全部なくなっちゃうし、本当使えないって思った。でも今 Mac 使ってて、それは今まで一回もない。すごくない？菊池桃子、学生です。